はい、ケイさんですね。もうどっちに誰が行ってもいいかな。はい、4人ぐらいしかいないですからね。5人ぐらいか。いやー、ケイさんも本日は予選に来ていただけたのですが、はい、しっかりその後バーサスによって、いやみんな元気だな。そうですね、俺もう本キャラとか使う元気ちょっと自分にはもう無理っすね。もう本当に移動が疲れた、はい、1時間かけて町田に行って1時間かけてバーサスに戻ってくるっていうね。しかも自分は通過したじゃないですか。あ、はいはい、だから多分取ってない人よりかは気分がこういいと思うんですよ。しかしみんなしっかりしてんな。まあ、次に向けてですよね。まあそうですね、はい。あ、いいのが刺さり、これはジョーは苦しいが吹っ飛ばで前が離れる。いやいいすらダッシュの代わりに使ってましたね今。もうそうですね、はい、もう移動技みたいになってる。俺のダッシュゲージ溜まるんだぜっつって、はい、あーおっと、今のは多分ちょっと状況判断ミスか。おー、なるほど、 EX バック率結構減ってましたね。確かに結構減ってましたね、はい。そしてこのキャラベニマル、これ上側からするとすげえ嫌な、やりづらいっていう風に聞きますね。聞きますね、はい。これはなんかあんまり上が怖すぎてあんまりそんな有利な感じはしないんだけど。まあ上やっぱ頭の上がね相当オルスなんで、多分ベニマルのジャンプリーのめくりでいっぱい乗っかられるのがそれはまあ厳しいでしょうね。あと普通に ND とかが、いやー、ゴロさんかなり暴れを咎められて、やっぱ苦しいっぽいっすよこれ。上苦しいっぽいっすね。苦しいっぽいっす。さあこれもフォア側がちょっと苦労する、あーなるほど、だと思うんですけど、まあフォアはなんだかんだ立ち回りはそんなでもないですからね。まあそうですね、はい、尖ってる部分がやたり歪ん、危ない、あ危ない、そうですね、歪んでいるだけで、まあ立ち回りもやっぱ酒飲まないとねそんなに強いとは言い難いので、まあ、ただそれを補う酒飲みと発動コンボいける距離の長さと減りですよね、はいはい。いやーこれ画面弾くのいいよな。そうですね、この方が本当強いですね。発生も4だし超強いっすわ。減らなくてよかったっすわ。まあ確かに、そうどっかのおっさんみたいに367とか減らなくてよかったっすよ。さあ、はい、酒飲み状態はまだ続いている。技を振り、危ない、ギリギリ切れる、ギリギリ切れる。ここが頭の上がフォア苦しいが、ベニマルもゲージを使って逃げて、さあこの間合い、わあベニマルの間合いと言おうとしたが引っかかったものにしっかりキャンセルをかけている。いやでもこう見るとやっぱベニマルも触りに行くの大変そうっすね。ジャンプが、そうですね、どうしてもやっぱりジャンプが起点になってしまうんで、はい、そうですね、緩いからなかなか触りにいけなそう。そしてもう K さんしかあんま見ない K ダッシュ、しかも大将、このしかし K さん本当小足からのコンボとかすげえしっかりして、そうですね、はい、よーしっかりしてる。Kダッシュはここが強い、ここが強いと Kダッシュ、確かにここは本当に強いですよね。ここは強い、ここが強いっす。おっとなんかいきなり漏れたぞ。いやーいい判断だな、しっかりですね、間違いない。あそうか、スラかスラやったら勝利出ちゃったのかな今のは。あーよくあるやつですね、はい。しかし状況はシェン有利、おー少し届かない。しかしこの辺だともう何刺さってもかなり危ない。まだあもう 何刺さっても死ぬな、手出し側は。こうなるとシェンウーはやっぱり強いっすね。そうですね、プレッシャーが本当にすごいですからね、はい。まあ、コアシ NB からコンボいける長さは本当に、おあこれはがしかし多分倒しきれないですね。そうですね、ちょっと高さも高いので、あうまい、はい、そういう調節の仕方がある。なるほど、初めて見た。これ死ぬ、いや死なないっすね。でまだ5分っすね、まだシェンウー有利、まだシェンウー有利だよ、ほらシェンウー有利なんすわ。シェンウー有利だった、
間違いないんすわ。あ、まあ、ダメだこれ届かない。お、届かないんすよこれ。まさかのこのルートは届かないんすよ。ギリギリ届かなかった。走んなきゃいけないんだよね。そう、ゴロさん走れなかった。あ、そうなんだ。そう、走んなきゃいけないっす、あれ。うわー、今のは悔やまれる。やっちゃったー、今のは。そうそうそう、ハードウェイでよかった。いやー、今のはがっかり。あ、もう座ってるパムさん。パムパム、最近炎いよりの色を赤から黒に変えたパムさん。パムさん、はい、なんで赤とか黒にしてんのって言ったら、背景と紛れて見づらい時があるんでそれにしてますって。ます。なるほどなるほど、はい、少しでも勝ちへの道を、少しでも勝ちたい、はい、さあそのパムさん対 K さんの炎よりドギャラ。これはもう自分は日本で一番俺が弱いんじゃないかと思っているんですが、いやー見えない、ほんとこれ苦手なんですわ。まあなんかちょっとよくわかんないですよね。もう俺には何もわかんないですさあコンボがあまり上手くないパムさんが唯一得意としているコンボをパムさんミスっていく。 EX 青い罠のコンボはパムさんなぜか得意なんですが、立ちしゃがみシーンになって悲しみを背負っていく。さあそんなコンボミスの場合、状況リードしているのは K さんの方。走り込む、あっ、おーっとガルスルーが、あー、いやー今のはきついな。そんな今度は成功する。しかし、おー、なるほどね。あ、あそこからだ。そうか、はい、入るんですよ。普段は超青い罠から EX ことは入らないんですけど、空中人ですからね。空中だとそう入るんですね。なるほどなるほど、はい、パワーさんそこはしっかり。さあ開幕パムさん突っ込んでったが追い払われて、戻るがまた突っ込んで追いは、あー、ここでぶっ込む。いやー、あれパムさん青いバナは逆波動コマンドですよパムさんそれぐらいは多分出せるはずなんですけど、教えが入る、教えが、はい、パムさん大丈夫かな。パムさん大丈夫、逆波動ね難しい、難しいらしいです。パムさんには難しいか。さあ投げて禁止。あー今の見づらい。お、理論上死にます、理論上死にます、間違いない、理論上ノーゲージに死にます。もうこっからは、こっから、はい、2、3、4、5、6、あーうまい、てか最速気味なんだけど、ほとんど11、12、13、14、10、あー直射ダメっすかね、雷光剣で妥協しちゃ、 EX 雷光剣使っちゃ、いや、そうなんですけど、はい、やりたくなるんですよ、どうしても。まあでしょうね、どうしてもやりたくなる。あれ俺もよくああいう感じになるんだけど。ちなみにローリングサンダーはいくつ減るんですか。あれは100減ります。100ぐらいかな、 あんま減らないんだよな。まあ相手の体力見なきゃいけないっていうのもありますからね。そうですね、かなり必死なんでね。そうですね、見てらんないっていう。A 級を、まあ、A 級ではないがひたすらコンボを食らったので、パム側はゲージは相当あるが、計算側も打っている方ももちろんゲージが溜まるので十分だが、しっかりいいの落としてね、ジャギー。これはキムはかなり理想的に倒しましたね。そうですね、これはもうどうなるかわからないような。でもこれ K ダッシュ使ってた時に思ったんですけど、結構いけそうなんですよね。アイントリガーは普通にキムが邪魔そうで。あー、なるほど、はい、やっぱ飛び道具系とかちょっとやっぱキムがめんどくさいですよね、基本的に。そうですね。さあしっかりいい勝利で置き攻めを回避した K さん。お、わー、うまい。しかしまだ残る。これもさっきの調整みたいなのが見えるのかな。さっきの状況ですね。あー、なるほど、位置が高いときは最後強倍率にしてるんですね。なるほど。あ、しかしまだ決まらない。まだ5分ですね。まだ5分、はい、危ねえ、まだ5分です。あ、もう有利ですわ。苦しい。あ、ここで全てを払う。いや、パムこの状況でガードは良くない。まあそうですね、間違いないです。それはやりますわ。
まあそうですね。ただミスるのがファベオ、ここはしっかり出す。はい、青いバナは出ないが砲脚は出せる。あー、なるほど。さあアリスちゃん、もうほとんど絶滅危惧種だった最近。そうですね、本当に いないですね。はい、個人的には強いと思うんですが、はい、まあ先ほどガクさんと飯を食いに行ったんですが、いや俺の再起かなり強いっぽいよって言ってたんで。なるほど、見たいですね。期待がかかりますね。見たいっすよ。あれあれれれれれれ、あこれ苦しいんじゃないかな、これこれ苦しいんじゃないかな。大丈夫か、しっかりゆるゆるガードして、さあ 4.5 割でダメージを食らったところからスタート。おパムさん、パムさんあれも得意技のはずなんですよ。弱は青いバナ2段目からしっかり八乙女キャンセルで勝利をやるっていうのが、コンボが苦手なパムさんのかなり得意な部分が今日はかなり見れてないですね。あーここはここはいけるか、ここはいったか、木もありますね。いやーいいガーキャンセル点だった。あそういえば、まあなんか最近よく10先勝ちっていうのを配信の方でやってるんですけど、はい、まあ、13の方今度は水曜日、まあ、あずきさんとこうごさんを予定してるんですけど、はいはい、姉妹もいいんじゃないかなっていう風に思うんですよ。なるほど、姉妹対決とかね。はい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 、はい、まあいずれ、あなるほど、機会があれば、はいはい、特に投げさんが見たいですね、トレードは。あいつ今はぐれメタルぐらいのレア度にちょっとなっちゃってるんで、はい、なかなか楽しいと思うんですが、さあ姉妹の10先の話をしたら、ガクさんのアテナがもうかなり苦しい状況だ。これですわ、追い込みがすごい。早出しから禁止マイエーをするだけの簡単なお仕事ですわ。そして相手は死ぬ。ただガクさん、お最近表今日逆算結構あるでって言ってたんで。なるほどなるほど、うどんを食いに行った時にどんどんフラグになってる感じするんだけど、はい、見たいっすね。このフラグは果たして折れるのか否か。あーあーこれフラグ厳しいか。おはい、間違いないですね。これはかなりいい感じの勝ち方だったんじゃないですか。そうですね、まだ3ゲージフルドライぐらい残ってんのかな、はい、筐体からでは空手側は非常に疲れさせられるんで、はい、ここをうまく、まあ、相当嫌がらせをしていく。投げは外す。やーっとジャンプットバーが、お、いいアッパー、奈落で追いかけて、しかしパムを付き合わない。ガクさんこれがねしっかりしてるんですよね。確かに確かに、はい、この状況でよくそれ見てんなっていう対空が、そうですね、あーうまい、かなりうまいんですよ。おっとガクさんこれはこれはあるんじゃないか。これは多分死ぬまでにフルドラもたまるでしょうし、もう完璧な勝ち方でしたね。さあ開幕パムが出てガキャパムゲス団パムですわ。さあ今のミスってむしろ助かったのはパムの方、共犯ゲス団で出かかりを潰していただけた、はい、あーバックさあ寝ちゃいくなったら死ぬぞガキャン。空中半月を出すが禁止で阻まれ、お、これはもう、うわー今のは危ないな。ガクさん側もまあほぼフィールドライブあるので死んだな。あ死なない、あ死なないから残してしっかりガード、しっかりガード、ガクさん読み勝った。確かに読み勝った。あー惜しい。あーなんだなんだ、もうなんだこれ。あーわー何何これ何起きてんの。あーあー中断崩そうと思ったけど、もうパムさんは心を決めていた。 ND と斜め D の2段目だけ当たってコンボに行くのはまあ難しいか。もう誰がどっちに行ってもいいかな。
あの発動中ジャンプ奈落、俺ガードさせられてるの見たことないんだけど、何かしらガードさせて発動して走ってて中ジャンプ奈落をよくやるじゃん。本当に空振っちゃってるから、もう勝手に発動したら走っちゃうじゃん、ある程度。どうしよう。まあまあ、あの奈落をガードさせられるとまた違うんですけど、発動したらそう走っちゃうじゃないですか。あ、 そ, うです、ね、それで中ジャンプ奈落の間合いよりもっと 近くになっちゃうんで、なかなか厳しいんですよね。これは美味しい。これはひもじょうさんですね。そうですね、ひもじょうさんのワンピーガーです、はい、さあ炎いよりの意外に面倒くさい組み合わせ、炎いよりクラーク。お、ステップをするが、くわー、これはきついんじゃないか。早出しジャンプ A からのガードポイント投げ。やばい、はい、ダイモンの上りジャンプで大外を彷彿とさせる、はい、さあ置き攻めのアルゼンチンが2回で済んで、早出しから横し、これはクラーク。しかしクラークはガードポイントが、ガードポイントじゃないや、ガクラチが高いんでね、他より。クラークちょい高なんでしたっけ、はい、ちょい高っすね。ラルクラはちょい高っすね。これはもお、で空投げ。なん、あー今なんで炎より空投げ入るんだよ、調整ミスっすよあれバージョンアップでなくそうよまあ大体キャラってなんか新しく出てきたキャラとか、はい、何かしらね変だったりしますよね。 ありますね、うん、はい、お、立ち絵。これはクラークのしゃがみ C が空手の早、残念なことになっている。結構減るな。解説をしようとしたらパムがとんでもない顧問ミスをして、ちょっと唖然として言葉が出なくなってしまったんですが、いやー今日パムさんのコンボ光ってんな光っている。そう、ミスるだけじゃないんだけど、ミスることによりフルコンもらってっかんだ結構いやー、あー今のは厳しいな。お、よくわかりました。めくり正面落ち、これは死なない、ギリギリ残る、少し残るですよね、間違いない。パムさんのコンボミスが冴え渡り、パムさんかなり厳しい状況。うわー、なんだ今の。ここはやっていくしかない。投げに行ったら投げられた。いやー、クラーク、がー、やりたい放題。この状況きついな。きついなー。こういう時にクラフワンにねゲージがあるのがもうこれですわ。ですよね。これは2ゲージ吐いて終わるのか。これなんでもなんか半分ぐらい減りますよね、なんかね。あ、終わった、減った、固定180だっけな。180減りすぎだし、続きまして初期さん。はい、初期さん、はい。あ、マイク持ってる2人が小豆杯の予選を通過した、はい、ゆとりですね。ゆとりのある次のビッグワンは高めの見物でちょっと見に行こうかな。高めの見物勢で楽しいですからね、後ろから椅子に座りながらジュースでも飲んでねあ、何そこコンボフィッシュしていいのみたいな。そう、はい、上がってくる人を見ていくというか、いや俺そういうの経験がないから、突撃結局予選取れなかったっていうのが、はいはい、やっぱ、まあ、だからというわけじゃないけど、ちょっと、はい、まあ、純粋に誰が上がってくるのかっていうのが、はい、ちょっと見たいっていうのがあるから、結局戦うわけだからさ、本戦で。そうですね、まあ、とりあえず優越感には浸れますよね。あ、はい、はい、楽しいっす。そして初期さん、炎よりフォアベニマル。対象ベニマルにしてるの結構久しぶりに見るけどな。そうですね、もう一発当てたら落とせないでしょうね、うんうん、落とすイコール負けるになりますから、多分、はい、間違いないので。しかしかなりいい勝負ですね、体力もお互い近い形。クラークキャラ強いんでね、
しょうがないっすね。まあめんどくさいこのキャラ本当に、あの空が強い、空が強いからね、めんどくさいんですよ、はい、駒投げ持ってるとかなんかリーチが長いとかそういうんじゃなくて、単純に俺は空が強いからめんどくさいから、あ、まあ、そう、空中戦は本当に登りジャンプリーは毎年屈指の空中戦の強さですからね。そう、あとやっぱぶっ飛ばしでが長いから、あ、はいはいはい、じゃあとしゃがめない、しゃがめないから結構めんどくさいですよ。はい、はい、なんとクラーク今回小技刻めますからね。ああ、いや、もうクラークがコンボする時代になっちゃってますからね、からね、はい、そう、今までだと考えられない、かなりいい調整だと思いますね。かなり面白くやれるとは思いますけどね。はい、まあ、さあ、そしてラルフ、今は俺はクラークを褒めていたが、ラルフは褒められない。ラルフは苦しいと思うので、はい、確かになんかかぶせがもうかなり厳しいってイメージがどうしてもあるかな、はい、あとコンボがやっぱり減るんだけど難しいっていうのがかな、なかなかフルコン入る状況にあとならないっすね。確かに。そしてラルフは本当に逃げるための行動がひたすら甘えを通すしかないので、うん、そこを咎められ られると、まあ、ラルフは本当に苦しいっていう苦しい状況です、はい、まあ、リッツはうまく生かしていきたいところだけど、はい、あー、うまかったが、ジャンプフットバーにしてしまってフルコにはいけない。うわ、うめえ、やってくる。まあレンガになりにくいからね、デュレイかけちゃうとレンガじゃないから、はい、あー、でもしっかりめぐりガードして、あの馬乗りの後の状況すごくいいですよね。いいですね、はい、ちょっと歩くかその場で行くかとか、まあ急降下もあったり上りにもあったりするから、はい、うわー、うまい。そう、かぶせがきついって言ってもうまく巻いてきましたね、さすがですね。そうですね、しっかりしている。相変わらずのジャンプ B は発生が早くて結構強いのかな。ああ、そうですね。これで食さんは煮立てしなければいけないのだが、いい D 投げ、一気に画面端に持っていかれて、スカシはしっかりガード、早めに離脱しかし、さあ上の手、いい、これだ。いやー、これが入るとどこまでいける。あっと、ミスってしまう、ミスってしまう。おー、しかし美味しい、美味しいですね。これはしゃがみへ、エンディの暴れつぶしがまさかのヒット。ちょっとしゃがみへの位置が遠かったのかな。そうですね、これってシェングやりやすくないですか。まああんまりやらないんだけど、まあ、まあ、月経の回数は減らしてって形でうまくやってるかな。まあその地上でガーされないようにはしながら、ベニマルって空が速くないじゃないですか。空は速くない、だからジャンプフットまで普通に戦えるのと、空空中戦、あとエンディとかの横に長い牽制を全部シェンウはジャンプフットまで、ああ、ぶっ飛ばしで通れますから、ね、そうそうそう、それを当てるのがすごい当てやすいので、うん、個人的には結構こうやりやすいですね。特に芸術さがあればね。そうですね、間違いないです。ついてる間にひもろさんの勝利、決めていったのはひもろさん。ここで今現れた、はい、ケイズくん、ケイズが、さあ先ほども言いましたが絶滅危惧種サイキ、サイキ使いのかなり最後のね希望となるか、もうガクさんとケイズくんぐらい、最初にやったスデさんとか、そう、ああそうですね、なんだかんだいるな、頑張れる、強キャラだ、うん、強い、いけるわ、強キャラだわ。ただゲーム性には少し合っていない、合ってないかね、はい、地味に強パンキャンセルとか結構むずいからね。あ、難しいですね、反発確認とか難しい本当に、はい、ああ、ぐじゃぐじゃにされていく。でもやっぱ毎年そうっすけど、クラークはやっぱ画面端で駒投げ決めても中央に投げちゃうのがかなり残念ですよね、クラーク側としては。でも今作はめくりができるから、あ、確かに、むしろ関係ないっていうか、 あまり関係なくやれるのが、まあそこは強みなのかもしれないね。今回はめくりのあるクラークとか、もう今回のクラークは新しいことづくめで、めくりがあって小足2回刻めて、はい、素晴らしいな、いいことづくめ。あっと、これは勇気を振り絞った。あっ
と、ま、酒を飲んでいるので地味にいつもより減っている。おっと、このしゃがみにならないが3回目の投げ。あの手入れで流れ変えたかったんだろうな。しかし投げられた。あ、これドライブミス。おっとドライブが使えない。まあ飲むしかないでしょうね。飲むしかないのか。どうする。いや地味にめんどくさい。このぶっ飛ばし厳しいっすね。やっぱぶっ飛ばセンターの手は本当に相当強いですからね。強いですね。間違いないっすわ。高いジャンプでも先に制圧されちゃうと遠心すらも振りにくくなっちゃうから、はい、結構辛いですね。まあやっぱ駒投げも当然駒投げ持ちなんで手入れも振りにくくて、はい、っていう感じですね。あ、これ地味にめんどくさいっす。シェンクラーク、あー、めんどくさいっすね。やっぱりぶっ飛ばし主体、ジャンプ攻撃がぶっ飛ばし主体なのと、やっぱ駒だけ持ってるからってのかな。はい、うん、上勝ちにくくて駒投げあって、うん、結構だれですね。これはこれはもうガー強引に投げていく。妹嬢さんのターンが終わんねえ。あとこれ理解して、しかし出たクラークの逆択。まあ、いやー、しっかりさっきからクラークはノリ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 ですね。はい、止められない。ひもじょうさん勝利。残すは M とフォックス。 M とフォックス、はい。 M ダッシュはどっかでなんかゼロ人かなんかやってんのかな。あ、こっちに出ない。続きましてフォックス。フォックス、フォックスはカーソルを合わせてるのはロバート。隣のキャラではないのか。まあいつもはチンカラテシェンですが、ね、まあ、たまにサブでなんかタラタクまで遊んだりとかは。あ、なんかまあいろいろ使ってますよね。しかしここはしっかりメインキャラで、はい、いやいつ見ても、うん、ピクニックを思い出してしまいますわ、はい、最初なんかそのこのチーム見てあれピクさんと思ったら、はい、ホックさんだったっていうのは、はい、結構ありますね。そうですね。まあカラで見分けろっていうことで、はい、いやー一気に画面端に追い込むわ。ひもじょうしっかり暴れつぶしをして、うまい、溜めている。しっかり溜めが間に合う。早肌しからもはや4振り先はもう相手は知ってると見てのなるほど。いやサッカーやりたい放題だぞ。あ、当てみだが読み勝っていく。あー、ショージャンプから。いや、今の試合誰か投げ何回決めたかカウント出してほしいですね。確かにコメントとかつけて 5回ぐらい行きましたよね多分。コンボになってる。相当行きましたね。あ、まあ、ゲージが溜まってない。あんだけ攻撃食らったらいい。それ本当がっかりっすよね。そう、投げキャラに負ける時のね、本当一番がっかりするんで、はい、クラークの EX 投げ、あの EX ウルトラ半分減るのにゲージ溜まんないっていう、ね、あれマジがっかりっすわ。半分減るんだったらもう普通にハンドラ1ゲージぐらいは溜まってくれっていう話なんだけど、まあ投げキャラの強みですよね。間違いないっす。いやー、もう俺は駒投げで行くと、今日は駒投げだと。あ、きっちり D 投げの方にしてるからね、またね、素晴らしい。あー、おうまい。おー、下当て身を出している。読み切った、はい、まあさすがですね。この辺はあれだけ駒投げを食らったが、ここはしっかり読み勝っていく。うわー、これは見てからいけるっぽいですね、うん、チンのジャンプだったら。そうですね、ある程度高いジャンプだと読み切りつつ、はい、上ミスでって感じなのかな。しかし一発で回ってしまうとドライブを使わない。よく逃げた。暴れていく。あー、発動が溜まりそうだったね。迷ったか。しかしここはぶっ飛ばからの急降下、はい、決めていく。まあ遅れてくるからね、逆にガードしにくいってのは。そうですね、意外と削るんだよね、あの技。あ、すごい。もうノリノリ遠視で受け、ここは発動を届く。あ、届かない。少し届かない。迷う位置でしたね。ちょっとあと、まあ、もちろん駒投げの方が減るからね、やっぱり。間違いですね、結構違いますよね。違いますね、はい。駒投げからのガージの方がやっぱ減りすぎるんで、るから、あれにしたいが、
早立ちジャンプリーで突っ込んで、クラークに続きラルフもノリノリへ。もうゲイリはたまらないさっさと、おーっとちょっと早かったか、あー出押しミスって、これノーマルヒット。終わってない。しかしおわー、強引にいった。ジェットガトリングでフィニッシュ。ラルフの二次会はああいうのがあるんですね。おもむろにガトリング、まあ他のキャラは届きにくい距離だからね、はい、うまくリーチを生かしたというか、まあフォローできるしね。あと M だけだよ。 M ダッシュさん。そしてこれが最後の試合かな。最後ですね、はいはい、M ダッシュ対キモジョウ。さあキモジョウさん4連勝中。いやこの終盤で4連勝はかなり熱いですね。このままの勢いでフィニッシュ決めてくれるか。対する M ダッシュは炎幽霊を外してキム空手バイスと、しかもそれで初手キムは珍しいですね。珍しいですね、はい、大体こういう構成になるとやっぱ空手が来るのかなって感じはするけど、はい、ここはしっかり下がりながら屈伸してた。よくわからない、うん、しかしここはコンボが繋がらず確定はしない。ああいうチーム、これもワンクレ投げあるし結構クラークいけそうな感じしますけどね。少なくとも空手よりはやりやすい、まだやりやすいんじゃないのかなって気はする。あ、確かに間違いないと思いますね。さあガクラのゲージを削られたのでひもじょうさんは反対側に逃げてガクラの回復を待つ。エムラッシュも追い込みたかったがちょっと噛み合わない。早足ジャンプ A からのコマ投げ、これにはさすがに戸惑って当たってしまうよ、はい、おっとこれはファイト間に合わない。これはガーダッシュコマ投げはダッシュでかわされるがとがめもなく早足。こうなるとさすがに辛いか、しかもゲージないからね。にあーあれ今の早かったのかな、かくりますよね多分ね。多分かくると思うけど、ちょっとでも遅れてた感じがしましたね。投げが遅れちゃったのか、はい、別に画面下から立ちしゃがみ関係ないと思うけど、隠れそうなものですが、ちょっと隠んなかったのは痛いですねこれは、はい、いやーいい当たり方、ま、見づらい。しっかり中段と下段を2択をかけていき、エムラスちょっと目押しは繋がらないがここは発動1ゲージ、感想なるか。あー低いな、あ、うん、当たるでしょうね。しっかり、あわ完璧っすね。きっちり決めていきました。あー苦しい、これは冷たい M ダッシュ。こうなっちゃうとねさすがに辛いな。長い壊しもあってね、次ジャンプ来るかと思ったら壊し来てとかなっちゃうからね。そうですね、壊し日が長すぎますねマジで、うん、ここはうまい。さあ、ND に対してしゃがみ、間違いないでしょう。しっかりこれでまだ分かんなくなりましたね。分かんなくなりました、はい、しかし現れるのは空手。これもう分かりましたわ、厳しいっす。これ厳しいっす。これマジ苦しいよ、これマジ苦しいっす。マジ苦しいっす、まあ、空手側すげえ楽しいだろうけどね、うん、空手ね楽しいんすわ。まあでもこれはあでもそうかそうか、中堅大将戦の空手シーンはマジ楽しいんすわ。マジ止められる本当にやばいっす。なんとかしたいけどなんとかできねえみたいなのが、はい、すごいすごい。ジャンプフットが楽しいんすわ。ぶっ飛ばしのそう足先を見せて、はい、動かしてあと足払いっていう感じで、はい、ああ苦しい。ゲーム見てるとこうなっちゃう。苦しい。ちょっと話していたらシェフがお亡くなりになり M ラッシュの勝利。これで終わりかな。終わりですかね。 M なんか喋る大丈夫、はい、じゃあ最後はまあ今日はね小豆杯の予選と被ってたし、そう多分みんなお疲れだしちょっと人もそんなに集まらなかったんで、うん、まあ、まったりした感じでねやっていただきました、まあ、これから小豆杯まだ予選2個終わっただけで、そうですね、はい、まだ予選があるという形で、5月4日に、はい、新宿プレイランドカーニバル、そちらの方で本戦という形、まあ、はい、当日予選もあるみたいなのでね、でここ西日暮里 VS では、まあ、4月5日の土曜日には予選あるという形なので、はい、まあ、それと、まあ、あとごめんなさい、一つ宣伝を僕の方からさせていただきます。4月の19日の土曜日、3時から、
プレイランドカーニ新宿プレイランドカーニバルで、オロチナギ主催のオロチナギ杯というのをやらせていただきます。ルールがちょっと特殊で、1人1キャラという形で、1チーム3人で、やる大会で、やっていこうかなと思うので、初めてです。まあ、たまに敗者復活戦とかで1人1キャラは KC カップとかやりますけど、最初からそれでやるっていう形でなかなか珍しいですね。はい、まあ、ルールは一本選手のダブルエリミネーション、まあ、ベスト3以降は日本選手という形でやっていきます。ですが、エントリーがこれ事前エントリーでウェブエントリーという形になっているので、よかったら参加してみてほしいなと。特に1キャラ 3チーム使う KOF で3人使う KOF で1キャラだけ使えればもう大会参加できるということなんで、これから KOF 始める人とか、ちょっとまだ対戦あんま自信ないという方でも、気軽に参加できるシステムにはなってるんでね、よかったら参加してみてほしいかな、あれっすね、上級者の人とかとレベル分けて組むから足引っ張っちゃうかもって思って出づらい方とかいるかもしれないですけど、自分たちも出ると思うんですけど、そんなにもうがっつり活性とかじゃなくて遊びで、楽しめればいいかなっていう感じなんで、別に強さ関係なくいろんな人に出てほしいっていう感じですね。そうですね、みんなに楽しんでもらいたい、サーティーンを楽しんでもらいたいという形で大会をやろうかなっていう形で、オロチナギの、ガンスミスの意向でやっていこうと思うので、詳しいことはオロチナギ杯という形で検索してもらえれば、そのままホームページも見れるんじゃないかなと思うのと、あとツイッターの方でミュウさんや僕とかにも質問とかあればツイッターの方で質問してもらえるも全然大丈夫なので、なるほど、よかったら参加して、そうですね、はい、大会があるということで、はい、ということで、はい、サーティンはいいですね、いろんな大会がねありますから、いいことだと思います。はい、家庭用もありますんで、もしこの動画を見てね、ちょっと触ってみようかなと思ってくれる人がいれば、その大会見に来るだけでも、雰囲気が伝わると思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、締めたいと思います。はい、第54回 KOF スターティングクライマックス紅白戦、これで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。